考える力がついてきて、ええ、あのこのテレビ見たいから、ええ、あの見せてって言い出したのがやっぱり10歳ぐらいからなんですよね、ええ、そうするとやっぱりアニメで言えばあのクイズ番組やドラマはついてたら見るっていうぐらいの感じだったんで、ええ、やっぱり見せてって言ったのがやっぱりアニメとか、具体的にはどんな、そうですね、やっぱり ロボコンとか、頑張れロボコン、ライディーンとかのあたりだと、ライディーンですか、なるほど、昭和50年ぐらいのあれですね。そうですね、見たいから見せてくれと言うようになったのはそれぐらいからですね、もう絶対見せてということで毎回見ると。私ね、ライディーンは見たことないんですけど、はい、あれはどういうところが面白かったんですかね。まああれ富野さんですよね、らしいですね、はい、やっぱり工夫してましたね、はい、あのマジンガー Z ゲッターロボット来て、やっぱり違うものを作りたかったと思うん で、 そうで、ね、少しあれもあれですか、人間とロボットが合体するみたいな感じなんですか。あ、ね、あのライディーの中に入るんですね。あ、それで、まあ、半分シンクロ状態で操縦してるっていうことらしいんですけど、機械で操作するんじゃなくて、なんかこうつながってるんですよ、 腕に、あ、コードみたいのはつながってるんですか。そうです、ただしその人間の意思で動かすって感じですか。まあ、シンクロしてるんですよね。あ、じゃあエヴァンゲリオンの原型みたいな感じですか。そんな感じですね。おお、じゃあその操縦者が右パンチを打ちたいと思って、ただ右パンチが出るみたいな、そういう感じですか。そうだと思います。そこからなんかつながってるんで、つながってるんですよ、腕から何かが。あ、じゃあエヴァンゲリオンの元気みたいな感じですね。そうです、だから、あ、そういう感じがなんか新しくて面白かった感じですか。そうですね、だからその特別にライディングっていうわけではなく、物心ついて、だから僕がもう少し、年齢が、その考える力がついてきた時がムーミンやらマジンガーレッドであれば、それを絶対見るんだと言ってたと思うんですけど、そういう風な気持ちになったのが雷神の頃だったということですね、だからロボコの雷神は見るから見せてという風に。どちらもロボットものって共通項ありますよね、一応。ああ、そうですね、それ全体的にロボットものは好きですか。いや、今思いついたものを言っていただけで、たまたまですか。たまたま、ね、まあ、ロボットはね、ロボットものって感じじゃないですけどね。あれは私も見てましたけど。見てました、ロボコンは。あの、ただだんだん大きくなってきたんで、途中までしか、あの第2期のロボペチャとか出てきたじゃないですか。そうですね、 あの辺くらいまでですかね、ロボ狩りとか。ロボ狩りは最初ですね。最初でしたっけ。あ、そっかそっか、その別のバージョンのものがどんどん出てくるんですよ。どんどん出てくる。頭のいいやつとか、力の強いやつのとかの新しいやつらが出てくるんですよ。あれやっぱり今考えるとあれでしょうね、おもちゃメーカーのこと考えてるんでしょうね、はい、そうですね、次々新しいの出さないとおもちゃがどんどん売れなくなるみたいな感じだ、今思うとそうなんでしょうね、やっぱね。そうですね、ロボコンは面白かったですよね、やっぱり。あの面白かったですね。丸宮の三色ふりかけあったの覚えてます。ああ、家にあったと思います ね、 ね、ええ、昔から三色ふりかけあったんだけど、ロボコンの提供を確か丸見えがやってたから、ええ、ロボコンの形をした三色ふりかけできたっすよね。ありましたね。ありましたよね。で、あのごま塩が残るという、ごま塩が残る、あ、ごま塩残してました。私はあの、のりたまを残してましたね。へえ、ごま塩結構好きだったっすね。あ、そうですか。ええ、のりたまがね、なんかやっぱタロコは好きでしたよね。あ、たらこでしたね、思い出しました。のりたまとごま塩とたらこの3色で、やっぱたらこは結構早くなくなっちゃうというかね。
あ、タラコでしたね。タラコでした、ね。思い出しました。ヤマトとかは？ヤマトも。ヤマトは再放送ですね。やっぱり。それでハマりました。まあ人並みでしょうね。人並み。はい。まあ結構。まあその。今挙げた作品ヤマトとかライディングとか、言いたいことはいっぱいありますよ、ただあの熱中したわけではないですけども、まあまあヤマトに関してはヤマトよさらば宇宙戦艦ヤマトでしたっけ、はい、映画の、はいはい、最後特攻しますよね、はいはい、死ぬじゃないですか、はい、あれでなんで勝ちが決まったんだっていう疑問出ません？あ、私はヤマトは見てないから、あ、そうなんですか、内容は分からないですけどあの最後なんか30倍ぐらいある巨大戦艦っていうのが出てきて、それでヤマトが武器を全部使い切っているので、古代進が、あの死んだ艦長に、僕はどうしたらいいんですかって言うんですよ。死んでるのに艦長はもう死んでるんです途中で、はい、あのそれで起きた艦長ですね、そうですね、はい、そうすると命があるじゃないかって言うんですよ。死んだ人が起きた艦長は、まあ、きっと妄想で想像で喋ってるんでしょうけど、なるほどなるほど、あの命があるじゃないかって言われて、まあ、ゆきちゃんも死んでるんですけど隣で、あ、そうなんですか、それであの全員を降ろして、その30倍ぐらいある巨大戦艦に特攻するって言うんですよ、それで、はい、全員を降ろして、まあ、その降りた人たちはなんかちっちゃい宇宙船でこうやって見てるわけなんですけど、全員で古代君とユキちゃんが隣で死んでるんですけど、それで特攻してって映画ですよ、でスーッてヤマトが消えてって、まあ、要するに特攻してるわけですよ、はい、でドーンってもう爆発、まあ、要するに死んじゃったってことですよね、まあ、それでエンディングなんですよ、っていう、あ、そこで終わるんですか、要するに勝利したってことですよね、あ、でも爆発で終わったんでしょ、そうです、ということは勝ったか負けたかまでは言ってないってことですね、言ってないですけど、まあそれは勝利したということだと思います、巨大戦艦と一緒に爆発したんだと、はいはいはい、だけどそれで勝てるかどうかわからないじゃないかって、まあ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 そうですね、勝ったのっていう思ったんですけどね、まあ、でもそれが当時は何だろう、完結編みたいな感じだったわけですか、そうです、もう映画での、映画っていうか全ての終わりですよね、でも本当はその後また作られるんですか、新たな旅立ちっていうことでみんなずっこけたんですけど、ああそれはどうやって始まったんですか、全員生きてるんです、えゆきちゃんもゆきちゃんも古代君も生きてて、新たなかったことになってるわけですああそうなんだ、さらば巨大戦艦知らないですか？知らないです。見たことないんで、ヤマトは一回も。あ、そうなんですか。あ、そういう話なんですか。新たなる旅立ちで。え、時間軸としてはどうなんですか。それは、特攻する前の話なんですか。違います。え？特攻したんですけど、なかったことになってんで。全員生きてて。本当ですか？で、って、子供みんな言ってたと思うんですけど、どういうことって。だから。終わらせちゃったけど続けたかったんでしょうね、あ、まあそうでしょうね、商売になるわけだから、だからパラレルワールドじゃないですかもう一つの未来みたいなことで、あ、そう、ただ私一つも見てないけれども、はい、なんつうんだろう、資料本みたいなちょくちょく目にするので、その当時結構非難合々だったのは知ってるんですよ、そうですね、あの特攻も非難されましたよ、そうでしょうね、そういう表現はよろしくないと、確か言われたはずです、はいはいはい、そうでしょうね、それで
よろしくないから、ね、よろしくないからなかったことにしちゃうみたいな。いや、そうじゃないと思います、うん、あのもう続編を作りたいからでも死んじゃったのにどうするってなった時に全てをなかったりもしたんですよ。すごいっすね、そのうろたらしい。はい、新たなる旅立ちはテレビ版です。すごいな、全員生きてます。はい、どっかにその隠し子的な兄弟がいてその人が出てくるとかじゃなくて、じゃなくて本人がなかったことになってます。さらば中止ないのとそんなウルトラシー、他にないでしょうね。はあ、あそういうんだったんですか。ええ、すっこけたんですけどね。じゃあそれでヤマトファンの人って結構話したんじゃないですか。そうでもないですか。わからないですね。ああ、はい、でもやっぱりその後も見続けました。見ないです。ああ、もうそれで見る気ない。年齢も上がってますし。ああ、ええ、もういい加減にしろって感じですか。そうですねだあれで離れた人結構多いんじゃないのかなと思うんですよね。そうですね、うん、はい、そんな痛快な話だったんだ。そもそも特攻でって、だから西崎さんってあれですもんね、割と右寄りの人なんでしょ、あれね、あの人だから特攻隊みたいのを意識してそんなの作ったんだろうけど、作ったはいいがまだ商売やりたいからって。そうですびっくりしましたけどね、当時。びっくりしますね。話聞いててもびっくりしますね。はい。そうなんですよ。うわ、そんな素晴らしい、ウルトラシーで、いわゆる高顔無知みたいな感じですよね。物の作り手として、絶対やっちゃいけない領域まで入っちゃってますね、それね。